2022年10月19日です。本日夕方からここの塚田公民館の第3集会室で勉強広場という学習支援を行います。この塚田公民館の第3集会室って結構素敵な場所でありまして、窓から塚田小学校が見えます。塚田小学校が見えます。だからこの小学校に通った子たちが来ますので、母校を見ながら勉強できるという形で、これから生徒たち来ますので頑張って勉強を教えていきたいと思います。